対抗戦も K1 のリングでは第3戦最後の2人がやってきました。久村正史か鈴木雅彦か。痛みは一切禁止ですから使わないよ。いいですか。だから気合入ってますね。はい、シローがリングサイドにいます。シローに敗れた鈴木、シローに勝った久村、一体誰が真の勝者か。久村対鈴木の最初の3分間です。さあ、雅人さんはどんな展開を予想されますか。どうですかね、まあ、とにかく今一発目の鈴木の蹴りすんごい速いですね、切れてますよ。まあ、こう手足長くてね、前にどんどん出てくるんですよね、鈴木は。こうそう、こう連打が結構止まらないんで、こうまっすぐ下がっちゃダメですね、久村は。はい、動きたいですね。まっすぐ下がっちゃダメ、とにかく。ライズの伊藤代表曰く、ライズを体現している選手、それが鈴木雅彦と言います。 K1 に乗り込んでいく燃える気持ち、絶対に負けられない K1、 ライズの枠を超え。でも鈴木はカーフキック蹴ってきましたけど、久村も2発目から外してますね、はい、で右、はい、久村右のローを狙ってくるのは鈴木です。坂井さん、また緊張感高まってきましたね。やっぱりパワーの鈴木選手とやっぱりテクニックの久村選手のキャラが全然違いますから、対抗戦としても面白いですよね。坂井さん、そして2人はザ・マッチを経験してますからね、はい、ザ・マッチのもう勝者同士ですから、はい、両者ともに2度目の対抗戦です。ナイスジャブ、ナイス、もう一度立てました。まさかこの左は効果的ですね。いいですね。ジャブと左の、はい、ミドルキック、木村いいですね。鈴木入ってくるところです。ここまではうまく戦ってきているのは鈴木はカーフキック狙ってますね。前足を狙う。左ジャブ。ファーストフラッシュ。正真正銘の主役、木村正史。右ストレート。問答無用の爆撃ボーイという異名は鈴木正彦。木村がパンチ出したときに、ね、鈴木はこうカーフとか、ね、狙ってくるから、あれ合わされると、引いちゃいますよ。左、久村の左、鈴木のインロー、まあ、距離を取る。あっという間に最初の2分が経過。右ストレート、鈴木、ナイスミドル。久村の左足が入りました、ミドル。 K1 スーパーバンタム3分3ラウンド、延長は1ラウンド。今返すのですね、こう鈴木が前にこうガーッと出てきたときに返さないとペース持っていかれるんでね。両者応戦。2018年5年前からライトを戦場としているのが鈴木正彦です。2023年は久村正史の年になるか。30秒切る。鈴木のね、こう思いっきり振ってくるんでね、前に出た時のパンチは、あれは怖いですね、はい、もらいたくありません。左ジャブ、久村の左、左、はい、効いたか、効いてるか。今10秒切っています。かすめただけか、それとももらっているか。鈴木も効いたともチャンスと見るの、相当伸びてきます。最後ヒヤッとするような鈴木の右ストレートがありました。いやー、古畑さん、ものすごい緊張感、はい、緊迫感ですね。すごいですね。最後の鈴木選手のパンチがすごくこう どうしようみたいな風に思っちゃいましたね。あれだけ振られると久村も嫌ですね。そうですね、最後当たりましたね。でも久村選手もずっと狙ってますよね。鈴木選手が結構エネルギッシュに動いてるんですけど、やっぱ一瞬をね、ずっと狙ってますよね。緊張がありますね。左を入れるシーンが2度ほどありました。わ、これ今ね、もらってますか。右の後に左フックが最後入るんですよ。2発入ったんで、あれ効いたと思いますね。鼻から血が流れています、久村です。左フックが最後入ったんですね。右ストレートの後に追っていったときに左ストレートみたいなのが顎に入ったんで、でも鈴木も効いたと思ったと思いますよ。鈴木、そして久村、プライドのぶつかり合い。第2ラウンド、左ボディが右ストレート、右のミドルを蹴ってきた鈴木。いや、坂井さん、相当動いてきますね、鈴木。このカーブも相当強いですよね、鈴木選手の。
体の芯がまさんブレませんね、鈴木ね。木村もね、カーフとかこう、いきなり少し揺れたか、鈴木。おれっすの K1 の久村、最初の30秒でダウンを取りました。あ、今同じパンチ入りました、ね、あの左ちょっと見えてないかもしれないですね、ちょっとね鈴木が、あの攻撃急いでるんですよ、はい、焦ってますか。焦ってますね、ちょっとそこに久村合わせに行きます。坂井さん、この辺りは久村うまいですよね。カウンターは素晴らしいですからね、いいジャブ、鈴木も大きく打ってくる左フック。鈴木の前に出るパワーもすごい、すごいですね。ここから鈴木の連打止まらないんですよ。気持ちの強さを感じます。前出た時に、いいジャブだな木村。左ジャブ、ナイスジャブ。右ストレートは鈴木、見応えある3分間全部カウンターが入ってますよ。ここ入った、揺れた、あれカウンターなんで、クーマを入れた、相当流血しています。これ鼻の骨どうですか。ナイスカット、ナイスカット、相当流血しています。あのジャンプがいいな、右左、久村がカーブをいいカットするんで、左3つ、鈴木はちょっと蹴りにくくなって、あとダメージありますよ、ただダメージありますね。揺れています。まだあと1分半ほどチャンスが来る。左ミドル、久村の左ミドル、鈴木スピード落ちましたね、ちょっとかなりダメージあります。ちょっとあのパンチにもちょっと力、あとでも久村のカーブですかね、油断はできないです。久村、これはヒリヒリする試合だな。いやー、坂井さん、ものすごい展開になってきました。これもうとんでもない試合ですね。一本切る、鈴木選手の根性もすごい。右、いや気をつけなければいけません。もしかすると久村の鼻折れているかもしれない。相当出血が見られます。いやー、金ちゃん気持ちの勝負になりますね。そうですね、めちゃくちゃね、いい試合で、もいやちょっと見てるこっちがちょっと緊張してきますね。これぞ対抗戦、これぞ K1、これぞライツ、これぞ代々木第一体育館、鉛のような緊張感、言葉知る情熱、久村か、それとも鈴木か。第7の30秒切ります。左右で当てた、結果が当ててくる、鈴木も返す、大きく振る、この鈴木の前に出るパワーが、その圧力でこう手が止まらないんで、あれはやりにくいと思いますよ。そしてカーフも入れてくる、あと10秒、あれだけカーフ蹴ると、あー、来たどうか、もうダメです。ダメージあると思う、ダメージありますか、的確に当ててきました。大難の3分間、 K1 の木村が鈴木からダウンを奪い取りました。さあ、まずは坂井さん、第2ラウンドいかがでした。いや、素晴らしい試合ですね、でもあのポイント的にはあの久村選手がリードしたんですけど、鈴木選手この逆転見せてくれるんですかね。そのぐらいの気迫は感じました。まだ可能性も感じますよね。とってもない、足が効いてたら逆転する可能性ありますね。ありますか。すごい、いや、ただまさにうまく左合わせていきましたね。うまかったですね、あのパンチ何発か入ってますか。狙ってましたね。ラインダウンの最初の30秒で久村がダウンを取りました。鈴木からリードを奪ったのは久村です。いやー、古田さん、何かヒリヒリするような緊張感ありますね。本当ですね、あの久村選手 の攻める感じがすごいなと思いましたし、もう濃度が濃い試合だなっていうふうに思いました。おそらく金ちゃん、最終ラウンドも激しい展開になっていくことが予想されます。そうですね、これもう多分お互いで前に行くと思うんで、この3ラウンドめちゃくちゃ楽しみです。ラウンド3、ザマッチ経験者の2人、ここ代々木でも相まみえます。鈴木か、久村か、座待ち経験、あれから9ヶ月、今度は久村 VS 鈴木、鈴木がやってくる、左のリードを使っていくのは久村、左のジャブがいいな、ジャブが、左、ジャブがいいですよ、はい、ただカーフを狙っているのは鈴木です、左、鈴木 もやっぱりね、ダウン取られてるんで、パンチで倒さなきゃと思ってね、ボディこうアッパー蹴ることを 忘れてるというか、蹴りにくくなってるんですよね。もっと蹴っていくといいと思うんですけど、うわすごい、これも来る、鈴木のフック、両ボディフック、鈴木左の蹴りでうまく距離を取っていくというのは久村正史です。24歳の久村か、それとも26歳の鈴木か、膝これは止まります。1分経過、
右フック、ナイスジャブ、ナイスジャブ、このジャブがね確実に当ててきます。ナイスジャブ、また入った、カウンターで捉えてますからね、あれやられると本当鈴木嫌なんですよ。また入った、また入った、また3つ目です。曲げりカフを狙う、ナイスジャブ、すごい、あの左だけで相当ダメージありますよ。ジャブというかもう左ストレート、カウンターで入ってますからね。もうクグラーもそこ狙ってますよ、左狙ってますよ。坂井さん、鈴木のスタミナどう読みますか。いやもうでももう気持ちだけでクラウンド行くんですけど、やっぱ久村選手の左ね、あの左ストレート素晴らしいですよね。あれでダメージありますよ、ただ気持ちは本当に強い鈴木も。さあ間もなくファイナルラウンド最後の1分間を迎える対抗戦、 K1 か、インファイト、魂の激突、歴史的リングになりました。もう左で左手コントロールしてますよ。ライトがやってきました。木村が K1 のリングにライトがやってきました。さああと45秒。右。いやー、ケンちゃん、ただ鈴木選手の気持ちも相当強いですね。いやー、すごいですね。もう本当にね、魂の打ち合いって感じで、でまた木村選手もやっぱすごいですね。打たれ強いですね。さああと30秒。泣いても笑ってもあと30秒。時計の針は進んでいく。第2ラウンド1つダウンを取っているのが久村です。いやちょっと本当にね、あの左ジャブが入ったことでも、このゲームコントロールできてますよ、はい、左ここも上げていく、うまい久村、左もう一つ、もう一つ取りました。確実にポイントを取っていきます。さあ最後の10秒になる、 K1VS ライズ、久村か鈴木か、ここでファイナルラウンド終了のゴングが鳴り響きました。久村強くなりましたね。強くなりましたね。また階段一つ上がってますか。いやもうとにかくもうあのジャブ一本ですよ、本当にジャブの大事さを分からせた、本当に試合ですね。いやー、坂井さん、ただ鈴木もよく立っていましたね。素晴らしかった、もう今日これまでのベストバウトじゃないですか、ね、ベストバウトですか。さあジャッジここ番手です。30対28、赤久村、赤久村、ジャッジ浜崎、30対28、これも30対28、赤久村、赤久村、ジャッジ浜崎、3対0、 K1 の久村がライズの鈴木を打ち破ってみせました。ファーストフラッシュ、ここにあり久村周平。さあ次なるターゲットは金子が持つベルト、金子の元へ勝負の令和5年がスタートしています。久村修、久村正。金ちゃん、はい、鈴木選手何か涙が見られたようにも見えました。いやー、そう悔しいと思いますけどね。やっぱそうですね、久村選手の左がでもやっぱいいですね。なんか今日一番ちょっと震えた試合でしたね。坂井さん、この志郎選手の心境ですがどうおっしゃがりますか。いやもう自分もあのいつでも準備できているよって感じはあるんじゃないですかね。あ、そうですか。やっぱり久村選手対抗戦強いですね。強いですね。もう野暮な話ですけど、ゆうちゃみも喜んでると思います。いやそうですね、相当声出てますね、ゆうちゃみさんね、はい、勝利の女神がリングサイドにいます。いや素晴らしい試合でした。2023年もロマンチック間違いありません。いや古田さん、久村選手強かったですね。いや本当に強かったですね。あの私の席からゆうちゃみちゃん見えるんですけど、もう立ち上がって喜んでるので本当に良かったなと思いました。マサトさんからまた強くなっているというコメントがありました。本当にいいジャブでしたね。もう他の、ね、ファイターも見習った方がいいようなジャブですよ、はい、さあそしてマイクです。皆さんこんにちは、久村正です。まず今日はこういったあの対抗戦という素晴らしいマッチメイクをくださったライズ K1 の関係者の皆様ありがとうございます。鈴木選手、ライズのチャンピオンなのに K1 まで乗り込んできてくれて、ありがとうございます。本当に感謝してます。僕はザマッチで志郎選手に勝って、鈴木選手にも勝ったんで55キロ他団体2トップ勝ったんで、もう K1 が55キロ一番強
強いということでいいですよね。ありがとうございます。55キロだけじゃ僕は物足りないんで、今日も勝ち越せたと思うんですけど、これからもっと K-1 の強さを K-1 ファイターみんなで見せていきたいと思います。まだまだいきます。次の試合、田中選手、コンペント選手、決まって次出てくると思うんですけど、まあその2人と比べてください、僕がどっちが強いか。K-1 が最強なんで、これからもそれを証明していきます。ありがとうございました。K-1 vs ライズ対抗戦、選手対象のリングでの歴史的な時間でした。久村が見事鈴木雅彦を打ち破って2023年チャンピオンへ向けて好発進、素晴らしいスタートを切っています。さあ、そして久村選手がゆうちゃみさんのもとへ向かいます。よくやったと。浦田さん、このシーンいかがですか。いや、もう本当に素敵ですね。もうなんか本当にこの2人をなんかこれからもっと注目していきたいなっていうふうに思います。はい、鬼越トマホークの金ちゃん、はい、2人の笑顔いかがでしょうか。いや、素晴らしいんですけど、ちょっと嫉妬しちゃいますね。微笑ましいですよね。美女で、はい、勝ってこんな華やかな舞台で羨ましいです。羨ましい、はい、今日も勝利の女神が笑ってくれました、さあ、久村チャンピオンへ、ベルトへ、23年素晴らしいスタートを切ったここ代々木第一体育館でした。